施設見学させていただいた時にすごくこう職員の雰囲気が良かったのと、そうですね、こう温かみのある施設だなっていうのを感じまして、はい、選ばせていただきました。とにかく挨拶がしっかりしていて、私自身がもう体育会系だったもので、まあ、とにかく挨拶第一ということで、もう挨拶をしっかりするっていう人のところにやっぱり人が集まったりですとか、まあ、魅力を感じたりすると思いますので、まあ、まずはその入り口がすごい良かったなというところで印象深く残っています。私が就活生で見学に行った時に、こうスーツで誰かわからないような私に対して事務所の方も現場のスタッフの方もこう元気よく挨拶をしてくださいましたし、こう近くに来てくださって楽しいからおいでよってこう声をかけてくださったんですね。でそういう、こう誰かわからないような人に対してでもこう明るく元気に挨拶をしてくださるっていうことは、絶対お年寄りにもこうあったかいケアをしているところなんだなっていうふうに思ったので、私もその一員になって楽しく働きたいなって思ったのが理由です。